これは影山が追いつきかけますかね。あーっと言っているところで影山大クラッシュ、すごいクラッシュを見せてしまった影山まさみ、追いつこうかというところ、どうやら大丈夫そうではありますが、ものすごいクラッシュ。最終コーナーですね。これはこれからスピードに乗るところですからね、かなりもう3速ギア3速吹け切って4速に入れる頃かもしれませんね。やはり高木虎之助が視野に見えてきましたから、踏み込んだんでしょうかね。あーっと口を開いているこのスタッフ。